兄弟たちよ、喜びましょう。今日は大きな喜びの祝日です。聖母マリアが私たちのところまで来てくださいます。私たちを訪問する、私たちを訪れてくださる教会は、復帰を通して、教会が聖母マリア、妊娠している聖母マリアが私たちを探しています。私たちのところに急いで来ます。毎日毎日、でも特別に今日は来ます。特別に今日は教会、母として私たちのことを大事にしてくださる方として私たちを訪れてくださいます。そして私たちに平和を与えてくださいます。私たちに平和を伝えてくださいます。兄弟たちよ、平和、シャロム、シャロム、シャロム、落ち着いて、キリストがあなたを愛しています。私はあなたのところまで、あなたの救い主である、あなたの唯一な救い主、あなたをそのまま愛している、あなたのために命を懸けて、あなたを死から立ち上がらせる、その方を連れてきます。彼をあなた方に伝えて与えてきます。聖母マリア、つまり教会、聖母マリアは教会のイメージ、聖母マリアは教会です。私たちの母である教会、私たちを大事にしてくださる教会、君たちを本当に喜びましょう。今日の言葉、第一朗読でも全て、もう絶望しないで、あなた方がね、元気を出して、弱くても何もできなくても教会があります。教会があなたと私をそのまま受け入れてくださる。教会が私たちを訪れた時にはそういう意味です。兄弟たちよ、私たちをそのまま受け入れる、私たちをそのまま抱きしめてくださる、私たちを迎える。だから私たちは教会を迎えた時には、私たちは教会の言葉を聞いた時には、同時に教会に迎えてくださいます。私たちの母、私たちの体内、私たちが宿るのできる体内、新しい人間を通して、宿ることができる、その体内、その交わりの体内、その美しいの体内、私たちのところに来てくださいます。教会、兄弟たちよ、教会、わかりますか？ですから、本当に落ち着いてだけではなく、喜んで、兄弟たちよ。クリスト、私たちを愛しています。で、キリストが教会を通して、聖母マリアを通して私のところに来てくださいます。無償で私たちを愛しています。そして私たちの中にある、その永遠の生命が動かす。教会が私たちを訪れた時には、私たちの心を動かす。私たちのところに、上でいたその永遠の生命が動かす、新しく生きる、改めて生きる、もし、その生命はなんか寝てしまったら、もし罪の中にいて、その奴隷の中にいたら、裁きの奴隷、性欲の奴隷、肉欲の奴隷などに奴隷であったら、聖母マリアが今日あなたのところに来てくださる、教会があなたのところに行って、聞いて、訪れて、あなたに福音を述べ伝えるならば、永遠の生命を動かす、なんか起こす、そして罪に勝つことができる、その永遠の命を動かす。わかる？福音、シャロン。私が復活したんですよと、キリストが教会を通して私たちにそれを述べ伝えます。そしてその福音が罪に勝つことができる、罪を消える、そして
永遠の命を起こす。そして私起きたら、その永遠の命は私たちのところに起きたら踊る、踊る、つまり喜んで満ち溢れて、喜びで満ち溢れて生きるようになる。君たちよ、喜びましょう。